さあ始まりました。勝手に WJBL ニュース。12月に入り、各カテゴリーの大会が行われていて、バスケにとって非常に暑い時期を迎えています。そんな12月の13日に、Wリーグから第24回Wリーグのアーリーエントリー選手の発表がありました。今回は、そのアーリーエントリー選手について話していこうと思います。まず、アーリーエントリーとは、簡単に言うと、高校や大学の卒業予定の選手で、入団が内定しているチームに、入団前にエントリーができ、入団前に実際にリーグ戦への出場が可能になる制度のことです。昨年は過去最多となる26名の選手がアーリーエントリーされましたが、今年も去年に並ぶ26名の選手がアーリーエントリーされました。今回はその選手たちを見ていきたいと思います。ちなみに W リーグのチームに入団する選手すべてがアーリーエントリー制度を利用するわけではないので、今回紹介する26名の選手以外に入団する選手がいないわけではないので、そこもポイントです。それでは最初は新規参入の姫路から紹介して、次からは昨シーズンの下位のチームから紹介したいと思います。それでは最初に見ていくのは姫路イーグレッツ。新規参入の姫路は2名の選手をアーリーエントリーしましたが、石巻選手は今年のインカレではチームの得点源の一人として活躍し、チームをインカレ3位に導きました。積極的なドライブやスリーポイントなど、積極的に得点を狙う選手で、勝負強さも持っています。姫路にとっては即戦力として期待も大きいと思います。遠藤選手は日本福祉大学をインカレ初出場に導き、インカレではチームの得点源として活躍。大学時代は中での得点が多かったと思いますが、スリーポイントも打てる選手ですし、今回獲得した2選手は即戦力として獲得していると思いますし、比較的早くから出番があるかもしれません。続いて見ていくのは、プレステージインターナショナルアラン・マーレ。アラン・マーレは3名の選手をアーリーエントリーしましたが、野田選手はアラン・マーレの補強ポイントでもあったインサイドの補強ということで、大きな補強になりましたし、当然即戦力として期待も大きいと思いますが、どちらかというとまだ素材型の選手なので、これからどれだけ伸びていくのか注目です。松永選手に関しては、インカレ準優勝だったチームのスターターとして活躍。スピードもありますし、泥臭いプレーも厭わない選手。積極的なアタックを仕掛けられる選手なので、即戦力としての期待も大きいと思います。鈴木選手に関しては、筑波大学のスターターとして活躍していましたが、もともとは積極的なリングへのアタックが強みの選手で、そのアタック力はアラン・マーレにとって大きな戦力になると期待されますし、年々スリーポイントの精度も上がってきていて、比較的早い段階からプレータイムを与えられる可能性も十分あり、即戦力として期待されていると思います。3選手ともに大学の選手でもありますし、即戦力として獲得した選手だと思います。続いて見ていくのは、アイシンウィングス。アイシンは3名の選手をアーリーエントリーしましたが、坂本選手は大川学園高校時代も活躍していた選手なので、ご存知の方も多いと思いますが、大学では1年の時から活躍するなど、注目を集めていました。坂本選手の強みは積極的に攻め切ること。チームに勢いを与えられる選手ですし、シュート精度に関しては発展途上の部分はありますが、高校大学ともにキャプテンを務めた選手で、即戦力として期待されていると思います。アスという選手は関東の2部の江戸川大学で活躍していた選手で、力強いインサイドのプレー、そして気持ちも熱い選手。少し熱くなりすぎる面もあるかもしれませんが、インサイドが補強ポイントでもあったアイシンにとって大きな補強で、比較的早い段階からプレータイムを与えられる可能性も十分あり、即戦力として期待されていると思います。大村選手は派手さのあるタイプではありませんが、きっちりと結果を残してくれるタイプの選手で、登録はパワーフォワードになっていますが、スリーポイントも打てますし、オールラウンドにプレーできる選手。スリーポイントの精度が上がってきている選手なので、そこは強みになってくると思います。アイシンは3選手ともに大学の選手ということで、即戦力として期待したい選手だと思います。続いて見ていくのは、山梨クイーンビーズ。山梨は4名の選手をアーリーエントリーしましたが、コール選手はインド代表でも活躍する選手で、大学では1年生の時からインサイドの中心として活躍。最近は少なくなってきたパワー系のインサイドプレイヤーで、強さはもちろんのこと、フックシュートを決めるなど器用さも兼ね備えていて、即戦力でありながら伸びしろも大きい選手。シュートレンジは広い選手ではないものの、ゴール付近での強さもあり、山梨にとって非常に大きな補強で、当然即戦力として活躍してほしい選手ですし、いきなりスターター起用されてもおかしくないほどの選手だと思います。池田選手は岐阜女子高校時代から活躍していたので、ご存知の方も多いと思いますが、筑波でも1年生の時から主力として活躍し、チームを引っ張ってきた選手。3年生以降は少し苦しんでいる印象もありましたが、
4年生の秋のリーグ戦からは本来の良さが出ていて復調していました。池田選手は得点力もありますし、ゲームコントロール、アシスト能力も高いですし、細かいテクニックも素晴らしく、ポイントガードとしての能力はどの項目でも高い選手。身長こそ158センチと高さはないものの、それ以外の弱点らしい弱点がなく、即戦力として十分に期待できる選手だと思います。清水選手はウィンターカップの活躍が印象に残っている方もいると思いますが、大学では1年生の時からスタートで起用され、チームの得点源の一人として活躍。少し苦労している時期もありましたが、タフなシュートを決めきる得点感覚を持っていて、武器のスリーポイントに加え、ドライブも強く、即戦力として1年目から活躍が期待される注目の選手の一人だと思います。三好選手は東京医療では1年生の時は井森選手よりプレータイムが長く期待されていたと思いますが、その後はコンディションを含めてなかなかうまくいかない期間も長かったと思います。それでも4年生の秋のリーグ戦ではスタートで起用されるなど復調してきていて活躍していました。すごく得点能力が高いといった選手ではないものの、そつなくこなせる選手で、戦術理解度、適応能力も高い選手。そういった意味ではすぐにチームにフィットしてくれる選手だと思いますし、即戦力として期待がかかると思います。山梨が獲得した4選手は非常にレベルの高い選手で、大型補強に成功したと言える補強だと思います。続いて見ていくのは、東京羽田ビッキーズ。東京羽田は2名の選手をアーリーエントリーしましたが、森選手は身体能力が高く、スピードもありますし、ドライブ、ミドルレンジのジャンパーが武器の選手。非常に将来性豊かな選手ですが、まだまだ能力を活かしきれていない部分が多く、逆に言えば相当伸びしろがある選手なので、いい意味で将来像が描きづらい選手で、どこまで伸びていくのか楽しみな選手。即戦力性もありますが、育てていく選手だと思います。アナザー選手はインサイドが弱点の東京羽田にとって待望のインサイドプレイヤー。183センチのサイズを生かしたインサイドは注目ですし、派手さはないものの、しっかりとミドルレンジのシュートを決めるなど、チームに貢献してくれる選手。4年生の時はコンディションの関係でなかなかプレーすることができず、インカレで復帰はしましたが、まずはコンディションを整えて戦ってほしい選手です。東京羽田としてはコンディションを含めていきなり起用するかはわかりませんが、いい補強ができたと思います。続いて見ていくのは、日立ハイテククーガーズ。日立ハイテクは3名の選手をアーリーエントリーしましたが、森岡選手は1年生キャプテンとしてもウィンターカップで注目を集めましたが、インサイド、アウトサイド、どの位置からでも得点ができる非常に得点能力の高いオールラウンダーとして注目されました。大型のポイントガードとしても注目されましたが、Wリーグではどう育成していくのかも注目で、非常に将来が楽しみな選手だと思います。久保田選手は 3x3 でもプレーしていましたが、大学では攻撃の起点として活躍。テクニックに優れ、要所ではスリーポイントも決めてきますが、スピードを生かした積極的なドライブが一番の強みだと思います。得点力の高い攻撃型のポイントガードとして活躍が期待され、即戦力として期待される選手だと思います。林選手は高校時代から注目されていましたが、筑波でも1年生から活躍していました。ただ武器でもあるスリーポイントに苦労していた時期もありましたし、順風満帆というわけではありませんでした。それでも積極的に得点を取りに行く姿勢を崩すことはなく、徐々に状態を上げていった印象を持っています。もともと得点能力は高い選手ですし、スリーポイントを武器とする選手なので、そのスリーポイントの安定感が出てくれば、チームにとって欠かせない存在になれる選手でもあると思いますし、期待も大きい選手だと思います。日立ハイテクはポイントガード登録が2名だけだったので、その部分をしっかりと補強。比較的早い段階から起用される可能性もあると思います。続いて見ていくのは、トヨタ防縮サンシャインラビッツ。トヨタ防縮は1名の選手をアーリーエントリーしましたが、角選手は158センチとダブルリーグでは相当小さい部類の選手ですが、ゲームコントロールはもちろんのこと、得点力もあり、スリーポイント、ドライブから要所で見せるフローターシュートも武器の選手。身長の低さを感じさせないテクニックを持った選手で、将来性豊かな選手だと思います。トヨタ防縮は2年連続ポイントガードを獲得。即戦力というより将来性を意識した獲得だと思います。続いて見ていくのは、デンソーアイリス。デンソーは2名の選手をアーリーエントリーしましたが、平川選手は大型のポイントガードでテクニックに優れ、要所ではジャンパーを決めてくるなど、能力の高い選手。将来を見越しての補強だと思いますし、ポイントガードの競争がさらに激化すると思います。ヤブ選手は大型のシューターとして注目され、得点能力の高い選手。デンソーはシュータータイプの選手が少ない構成で、スリーポイントに課題のあるチームなので、ヤブ選手にかかる期待も大きいと思います。デンソーは2年連続でポイントガードを補強していて、どのように起用するかなど注目されますが、将来性を重視した補強になりました。続いて見ていくのは、シャンソン化粧品、シャンソン V マジック。
シャンソンは2名の選手をアーリーエントリーしましたが、ウチェ選手は京都精華学園ではキャプテンを務め、インターハイ優勝に大きく貢献。2年生の時までの印象だと、後輩のリマルジェシカ選手のインパクトも大きかったですが、キャプテンに就任し、リマルジェシカ選手が出られない期間もあった関係もあり、より一層伸びた印象で、インサイドでの力強さ、そして決め切る力も増してきていますし、高校からの加入で線はまだ細い部分もありますが、比較的早くから起用されるだけの下地はできていると思うので、純即戦力という評価になると感じますし、貴重なインサイドとして活躍が期待されます。セトゥ選手はウチェ選手に比べると、体に関してはできている選手で、190センチというサイズを生かしたインサイドは強力。シュートレンジはそこまで広い選手ではありませんが、インサイドの強さと高さを加えてくれる即戦力候補だと思います。シャンソンは大学経由と高校の違いはあるものの、京都精華出身の選手を獲得し、インサイドをさらに強化し、女王奪還に向けて新人選手の獲得も積極的でした。続いて見ていくのは富士通レッドウェーブ。富士通は3名の選手をアーリーエントリーしましたが、テミトペ選手は東京医療では1年生の時の途中からスターターに抜擢され活躍。1年生の時はまだ弱さだったり、ミスが出てしまうこともありましたが、上級生になるにつれて力強いプレーができるようになり、頼もしい存在になっていました。シュートレンジは広い選手ではないものの、190センチというサイズを生かしたインサイドは強力で、即戦力として活躍を期待していい選手だと思います。野生選手は高校時代は彗星のごとく登場し、チームの中心に駆け上がった選手ですが、日体大では1年生の時からチームの得点源として活躍。2年生の時の秋のリーグ戦では得点王2位になるなど、抜群の得点力を誇り、強みでもある高いシュート精度は距離を選ばず、ミドルやスリー、時にはディープスリーという形で発揮されます。ドライブも武器の一つで、ステップバックからのシュートも得意としている選手なので、相手としては守りにくい選手ですし、個人的にはチームのエースを担っていくような選手だと思います。当然1年目から即戦力として活躍が期待されますし、注目の選手の一人だと思います。飯森選手は高校時代は怪我などもあり、不完全燃焼だったと思いますが、大学ではしっかりと成長してきた選手。大学では1年生の時は最強世代の陰に隠れる形でプレータイムも少なかったですが、2年生からスターターに抜擢されると、精度の上がったスリーポイントを武器に活躍し、もともと武器でもあったドライブにも磨きがかかり、相手にとって守りにくい存在になっていました。3x3 にも意欲的に参加し、プレーの幅を広げてきていますし、今年の大学生の中では目玉的な存在でした。即戦力として期待されますし、1年目から活躍が期待される選手だと思います。富士通は実力のある即戦力の3名の選手の獲得に成功し、さらに戦力を上げることに成功したと思います。続いて見ていくのは、トヨタ自動車アンテロープス。トヨタ自動車は1名の選手をアーリーエントリーしましたが、横山選手は大川学園でも2年生の時にはチームの中心として優勝に貢献していましたが、アンダーカテゴリーの代表を含め中心として活躍し、今年の高校生では目玉的存在の選手だと思います。非常に高いテクニックを兼ね備え、得点力の高い攻撃的なガードとして活躍していましたが、個人的には左右の感覚の良さがこの選手の素晴らしい点だと思っていて、聞き手でなくても素晴らしい感覚を持っていると思いますし、そのことが優れたテクニックを後押ししていると思います。シュート精度に関しては発展途上の部分はありますが、どのレンジでも決めきれる精度はありますし、攻守でスケールのある将来性豊かな選手です。チーム方針、チーム状況にもよりますが、純即戦力という位置づけになると個人的には思っていて、1年目からある程度プレイタイムを与えてほしい選手だと思います。それだけこれからが期待される選手だと思います。トヨタ自動車はどの選手のレベルも高く、どの程度起用されるかはわかりませんが、将来が非常に楽しみな補強となりました。ということで、この26名の選手がレギュラーシーズン第7週の1月6日から出場が可能になります。今回はエネオス、三菱電機、新潟に関してはアーリーエントリーはありませんでした。ちなみにエネオスはもともと過去もアーリーエントリーの制度を利用していないチームなので、今年も行わなかった感じです。アーリーエントリーの選手の加入はチームによっては大きな変化をすぐに見せる場合があります。シャンソンは吉田選手、佐藤選手が即スターターとして起用され、チーム状況を一変させました。昨シーズンは愛心の峰春選手がスターター起用され活躍し、勝利に貢献していました。今回は26名の選手がエントリーするということで、今シーズンも新たな化学変化をチームにもたらしてくれるかもしれません。ただ、アーリーエントリーで1月6日から出場可能になりますが、すべての選手がすぐにチームに合流するわけではありません。チームによってや、選手によって合流するタイミングが様々あるので、その点は注意が必要ですが、今回エントリーされた選手がどのように活躍するのか、
非常に楽しみなのは間違いないです。ぜひアーリーエントリー選手にも注目していただけると嬉しいです。それでは今回はこの辺りで終わろうと思います。動画を見ていただきありがとうございました。次回以降の勝手に WJBL ニュースもよろしくお願いします。